亮田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。本日はですね、昔からまあある方法としてドラムをミュートするときにですね、まあ、スタジオなんかで使われるかと思うんですけど、これドラムヘッドをですね、上下逆さまにしてドラムの上に乗っけるっていう方法があるんですよ。それを今回はですね、乗っけるヘッドの厚さを変えたら音は変わるのかという実験をしてみたいと思います。はい、というわけで今回乗っけるヘッドはですね、こちらのまあいわゆるオーソドックスな3種類の厚さですね。ディプロマット、アンバサダー、エンペラーという、まあ、薄い方がディプロマットですね。で、アンバサダーっていうのが中くらいの厚さで、厚いのがエンペラーというこの3種類ですね。この3種類を普通に貼った時の音の違いの動画も過去にありますので、もしよかったらそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。あとおまけとしてね、つい先日上げた動画なんですけど、12インチのスネアに CS ヘッドとピンストを貼ってみたっていうのがあったんですけど、あの時のピンストを貼ったままにしてあるんで、その上にこの CS を逆に今度乗っけてみたらどうかっていうのもやってみましたので、よかったらご覧ください。はい、というわけでこの3種類比べてみたんですが、いかがだったでしょうかね。始める前はね、僕正直なところ白状しますと、大して変わんねえんじゃねえかなって思ってたんですよ。でもね、意外と生音で聞いた時はね、結構違いがあって、特にこの薄いのと厚いのですね、ディプロマットとエンペラーって比べるとね、かなり差があるなって。やっぱエンペラーの方が分厚い分倍ぐらい厚いのかな、かなり音が太いなっていう印象がしました。ここね、1、2年ぐらいビッグファットスネアって言って、こういう感じで上に乗っける専門の製品も売ってて、結構ねドラマーの間で流行ってるんですよね。僕のルームメイトとかも使ったりしてて、で結構あれもやっぱりね、いい感じの音するんですけど、まあこういう古来のやり方というか、まあ、これ言ってみればね、古くなったヘッドとかでもできないことないので、ヘッド張り替えた後にこのもう使わなくなったやつを再利用みたいな感じで使ったりとか、あとでかいヘッドをちっこいドラムに乗っけるのはちょっと無理なんですけど、後継ちっこい方、なんか10インチのタムで使わなくなったヘッドとかをスネアの上に乗っけるとかは全然置けるんで、こう物理的なサイズ的な話なんですけど、なのでそういった再利用の仕方をして違う音色を試してみるのも面白いかなと思います。はい、本日はですね、上に乗っけるものの厚さの違いで音はどう変わるのかという実験をしてみました。まあ、ここ5、6年ぐらいですかね、さっきも言ったビッグファットスネアみたいな感じで上に乗っけて、結構ローピッチなバスっていう音を出すのが結構流行ってるかなと思うんですよ。僕個人的にはなんかどっちかっていうと天の弱な方なんで、流行ってるのは結構やらない方なんですけど、でもこうやってね試してみると、あんまりやっぱりいいもんだな、面白いなっていう発見もあったりしますので、よかったら皆さんも試してみてはいかがでしょうか。というわけで本日の動画面白いなと思ってくださった方はいいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいのと、あとツイッターとインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。